朝鮮王朝三大悪女、チャンノクス。15世紀中頃、チャンノクスは最下層の身分として生まれ、だが、彼女の美貌と美しい歌声で芸妓に転身。そこで当時の朝鮮王朝十大王のヨンサン軍の目に触れ、求婚されるのであった。こうして彼女は王の側室になったのだが、嫉妬深い彼女は、ある事件を巻き起こす。ある日、二人の側室が、私の部屋に、王を非難する文書を送ってきましたと報告したの。それを聞いた王は、二人の側室の家族を全員捕らえて、拷問にかけ、殺したのだ。また、彼女のスカートを間違えて踏んでしまっただけで、首をはねられた者もいるという。王の心を掴んだ彼女は、王朝の金庫を空にするほど、財宝を使い切ってしまう。そこで起こった国民が、クーデターを起こし、王は島流しの刑、彼女は斬首刑に。そして、取られた彼女の首は晒し上げられ、遺体に大量の石が投げつけられたほど、恨まれたのである。次回、天才の影、織田信長。次回の動画も、お楽しみに。